横浜港、山内不頭山内不頭上屋山内不頭は、神奈川県横浜市神奈川区にある横浜港の不頭の一つで、この地域を表す名称となっている。不頭面積は20.2ヘクタール。不頭地域の住所としては、山内町、橋本町、星野町からなる。高島不頭とともに、内国貿易不頭として1928年により、整備が開始され。 1932年に完成した。府頭内に開場した中央路修理市場には貨物の専用線が敷かれ、さらに1934年に貨物支線として山内町駅が設置された。戦後は東南アジアや中近東方面の航路での利用もされたが、その一方で東府島は横浜港の最奥部に位置する上に市街地にも近いことなどから、 大型船舶への対応が難しいという問題もあり、付近の再開発計画、港未来21の進捗に合わせて1988年から1993年にかけて再整備が行われた。この際には、災害時における緊急物資輸送拠点として利用できるように、耐震岸壁となっている。2008年には東府島内を通る、 臨口幹線道路が完成している。かつては、不当内北東部に、浅野造船所があったが、1995年に、閉鎖となった。2000年代中頃より有給化したドックや、工場跡地を利用して、コットンハーバー地区として、再開発が行われている。不当施設としては、現在では、リサイクル資源の集積、輸送拠点となっている、山内不当はやと、 にサバ基地がある程度で、これ以外の大部分を横浜市中央卸売市場本場と前述のコットンハーバー地区が占めている。ありがとうございます。